ヒヤマト、ユータ、ユマ、ヒューガ、はい、コウノトです。親愛なるコムレンジャーの皆様、本日は皆さんに大切な報告があって動画を撮っております。僕たちコムドットは2018年10月1日、最初は僕とゆうたくん2人で YouTube チャンネルを開設しまして、その後3人の強靭なメンバーを加え、さらに1年後ボンという最強のマネージャーを加え、ここまで切磋琢磨し合いながら厳しい日々を乗り越えてきました。そして僕たちは2019年の年末に今年の目標を年内50万人に定めました。そしてこの度満を持してこの場を借りて皆様に報告をさせていただきます。僕たちコムドット2020年12月8日150万人！やばいやばい、すごい！やったー！素晴らしい！素晴らしいよこれ！いや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 、そんなことある？超人ヒューコ、気持ちよすぎた現場だな。改めまして、僕たちコムドット年内50万人達成することができました。ありがとうございました。詳しくお話しますと、本日のお昼頃にチャンネル登録50万人を突破しましたと、僕動画を、まあ、夜に撮っております。4時だね。寝るまでが本日、まだ寝てないんで。おかしい、みんな3時間ぐらいしか寝てない、はい、2日で50万人に行った時の僕たちのちょっとリアルなお話をまずしたいと思うんですけど、はい、50万人行った前日の12月7日はめちゃくちゃハードスケジュールの1日で、まだ情報解禁してないことを何個もやった日なんですけれども、うん、まず高橋優也さんという超最強カメラマンの方に僕たちの写真を撮っていただきました、うん、かっこいいから。この動画終わった後ぐらいに僕たちのインスタグラムやツイッターでバンバン写真上げていくんで、めちゃくちゃかっこいいよ。やばいね、すごい人って本当にすごいんだなと思った俺マジで。空気感が全て含めて、ありがとうございました。ありがとうございました。名だたる著名人の方を撮ってきてる方ですから、うん、著名人全員撮ってきてる。全員撮ってるよあの人。まずそれが午前中の話、うん、というか午後の話その後僕たちの普通の動画を撮りに行きまして、それは明日出る動画なんですけど、うん、その後 PV 撮影。あーすごかった。これもまだ出てないから詳細は言えないんですけど、結果的にここに帰ってきたのが12月の8日の朝9時ぐらい。半端じゃない、うん、12月の半端じゃない。そうだね、普通に24時間営業しちゃったよ。帰ってきた時のチャンネル登録者が49万8千人とか、うんうん、あと2000人で行きそうだみたいになってて、でも満勤で眠かったね。やばい、これ本当にやばかったもん。運転中水で顔洗いながら運転してた。洗った、ペットボトルの水顔にかけてゴリラですびっくりしたのがみたいにやってて、手拭い広げてそう、だからあと止まる時間なんてないの。そう、全員満身創痍の中50万人行くか行かないかの瀬戸際をずっとこうやってた。そうそう、リアルに撮ってある映像があるんで、インスタライブをね見れなかった方のためにも僕たちちょっと録画してあるんで、うん、満勤に喜べてないのはこういう理由ですっていうこと。中は喜んでる、うん、瞬間的は多分喜んでる30時間ぐらい起きてた人が50万人行っちゃった映像、うん、こちらになります。僕のところお願いします。あ、僕のところお願いします。あ、ほらこのね、チームのインスタグラム。お、いった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 見えない。ごめんごめんごめん。あー、いた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 。よっしゃー、チャンネル登録50万人ガチやばかったよ。しかも走り回ったし、まあいろいろありました、いろいろありました。しかも革靴ね。うん、これ喧嘩なんですけど、なんだろう、僕のゆうたくんと喧嘩したんですよ、うん、50万人行く前日のに。しょうがない、大喧嘩。ゆうたくんがスーツで撮影するときに靴がないっていうことだったんで、僕がいつもスーツの時に履いてるグッチの靴を貸したわけなんですよ、うん、ゆうたくんが足痛いなこれで、僕靴貸してるのに、いや痛いな、え文句って聞いて、いや文句じゃん、じゃあ漢字に文字で表してみてって言ったら弱音っていう言ったね。言った俺いたわその辺。やばいからね、あれを革靴とかね、おしゃれな靴って名乗ってるにしては薄すぎる。こんなんしかないソールが豆できてるからね足。お前もっと分厚いやつ貸してやれよ。じゃあ俺も謝るから言うと謝って、ごめんごめん。よくやったわ、うん、眠すぎてついてきちゃった。みんなやんなきゃいけない時なのかなって思って俺も謝っちゃった。俺も謝っちゃった。今もマックス疲れてる。何そのどうした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 大丈夫。しんどいね。いやー、心から出てたら今。今ダッチに関しては自分で髪の毛セットできないからね。朝一で美容院行ってるから。僕6時半に起きた。で編集してたんでしょ。
あっちゃんと今はしないから僕も6時半で強制でそうボンがやばかったボンが昨日はやばかった高橋優也さんの撮影の時にさマネージャーは座れねえみたいな雰囲気であいつずっと立ってたから相手のねアシスタントの人とか動きますよねちょっとやばかったね久々に夏を思い出しました、ね、最後死んだし落ちてったよねどっかに一応映像残してあれマジで立ってんのボンが俺らのことを撮ろうとしてどっか登ってくれた時にそのまま落ちたからあ映像としてあるからあるね限界のボンこちらにいますもう無理無理無理無表情で落ちてる感じやばかった落ちてるうわーってなってもうダメだもういいやもういいや僕もお疲れ様でしたせっかくなんでどうですか年内50万人っていうめちゃくちゃ高いハードルを設定したわけじゃないですか、うん、まあ正直夏の時点ではワンチャン厳しいかもって視聴者の方の中にも厳しいんじゃないかって思ってる人たくさんいると思うし、うん、俺らの身内友達も含め家族も含めきついんじゃないかって思ってる人たくさんいるけど俺ら叶えたわけじゃないですか、うん、今まで俺ら立てた目標全部叶えてきてるけど多分今回のハードルが一番高くて目標を達成したってなった時の心境とかなんかあるああコラボウィークが始まってさめっちゃバック飲みしたわけじゃないその時からやっぱドキドキしててガチいつ行くんだろう満身創痍だったよ仕事でけど登録者は頭に入ってるわけだよ、うん見ない日ないからね登録者を視聴者の人も同じぐらい見てくれてるんだろうと思ったけどね昨日何人だったのに今日何人になってるとか言ってくれるのはやっぱ俺らと同じぐらいそう見てくれてるのかな嬉しいなんかありますか一気になるけどねユーマがどういう感情になったか確かに本当に目標叶えるってことはすごいことだと思います、ね、目標立てて叶えられたことなかったんですよおある程度ねちょっと下な感じになっちゃう人生だったんですけど、うん、もうこのねチームに入って今日達成していくってことに快楽を感じてますおいい快楽ですよ いいこと言うらしい鳥肌みたいそれこそあれじゃんゆうたの動画急にああそうだねその一人旅じゃないそれもさちょっと言わして俺ヒューガとヤマトと3人で撮影に向かってたわけ、うん、バカ眠くてこうなってたのそしたら前がうわー黒子レビュー騒いでたから意識がぶっ飛んで寝ててけど声が聞こえていつもの実感ウェイとは違う、まあ、そうねこの50万人にこう俺が見てたこうわ、うん、ってなってあっえっあっえっみたいなやってたんですよ階段から落ちてったその時に一気に8月日本投稿50万人いくぞって言った年末の去年ゾワーッと張ってきたあー疲れたーってなったマジで超抜けた喜びももちろんなんだけど、うん、安心が俺めっちゃでかかった、うん、めっちゃ安心したいや気づかないうちにプレッシャーって感じるもん感じてたんだねどうアムちゃん急上昇の喜びはラティオスを見つけたような感じでああパッて出てきたそうだね下から歩いてるそうだね出てきた急上昇おおやった分布を見てラティオスこの辺にいるよって言って草むら歩きまして急上昇もう上がりそうな時あるもんね50万人は殿堂入りみたいなもんああそこに向かってちゃんと言ってたよ俺ってポケモンの知名度真珠すぎだよマジでいやでもだいぶ秀逸だけど結構ね俺一個思ったのがファンの子もね割とヤマトみたいな性格になってきてる4月から全然伸びてねえのに年内50万とか語ってて夢のまた夢で草最初にブワーって出てきたでその作った子がさザマミロテンションだあなるほど、ね、ヤマトみてえだなあそういうコメントさ普通マジオツだよなマジオツだそうオツだね頑張ったもんねバーカなんでこれやばいのがユーマそのアンチコメント一回見たことない俺らは知ってて知ってる見たかこんな野郎だけど初めて聞いたから、ね、見たことないやん誰ですかそれこそさ、TikTok ではめちゃくちゃアンチコメントがあった時期とかもあって、で、ラファエル野球券を夏いっぱいこう作ってあげてって、で、やっぱりこのドットバーって叩かれてたけど、コラボでも、よかった、ひっくり返っちゃって。これ実は作戦ね。チャンネル登録までには3つの段階があって、これピラミッドになっております。まあ、チャンネル登録をするまでのステップだと考えてもらえればありがたいんですけど、まず1段目。これ顔を知ってるっていう状況。顔もわかんないやつのチャンネルなんてどうやって探せばいいかもわからない。そうそう。まず顔を知るっていうので、僕たちはまずラファエル野球券っていうね、共感と批判を集めれるような企画をバンバン TikTok に流していったと。そこでまず顔を知らしめます。みんながアンチコメント書き込むから伸びるんです。だから僕たちはいろんな人に変装して、
したりとか、とにかく顔を知ってもらう。で次コムドットっていう名前を知ってもらう。もうみんな知ってるでしょ。一時期言われてましたコミドット、うん、でもそれってコムドットっていう名前が浸透してる証なんですよ、うん、で3つ目にチャンネル登録があるんだけど、名前を知っててチャンネル登録をしてない人がめちゃくちゃいたんです、うん、この日本に。なんでかっていうと俺らはアンチが多かったから、チャンネル登録をしたらみんなにダサいと思われるみたいな。そこまでこう熱く広げた第2段階を全部コラボで拾った。あ、この人たち意外とすごいじゃんってなったら、もうそっからは俺らの時代ですね。金魚すくうバケツでバーンですよ。金魚すくうバケツでボン。これは別にまぐれで行ったとかじゃないからね。本当だよ。俺は死ぬほど頭使ってるし、死ぬほど会議してるし、今回のキーは多分コラボだったんで、うん、去年のキーはラファエル野球拳を TikTok に上げるっていうことだったんで、ね、これどっちも会議で決まってるから。ラファエル誰が言ったんだっけ、 TikTok に載せようって言ったのはヒューラン、うん、でそこにハマったんだよ。で載せたらバカ伸びて、いやー載せろ載せろみたいな。今年もじゃあその作戦で行こうと思って、夏日本投稿にしていっぱいラファエル野球拳を作って、それを上げるっていう作戦をやったけど、最後急上昇に乗りました。もう夏頑張ったし素晴らしい結果だったけど、チャンネル登録の伸びとしてはいまいち。ラファエル野球拳っていう作戦は終わったんで、ね、うん、寿命を迎えたんだよね、うん、で次の作戦がコラボだ。とにかく DM しまくったよね、バーってこう YouTube 見てて、あ、この人いいよ、ヤマト電話して、うん、片っ端から DM して、帰ってきたらガンガン会いって、とにかくコラボしてもらったって。だから今回に関しては本当にマジでコラボしてくれた皆さんのおかげでもあるんで、コラボしてくれた皆さんありがとうございます。本当ありがとう。楽しいです、楽しかったです。超楽しい、いい人しかいない。わけわけ、そうわけ。コラボしてチャンネル登録者奪ってやろうと思ってたけど、やっぱり会うといい人だし、いい動画一緒に作りたいなっていう気持ちでやってたら、どんどん自分たちの作戦も回収できて、まあ、ひっくり返ったと。でもみんなのおかげですよ。信者とか言われながらね、嫌な言葉だよ信者って。センスある人たちですから、アンチがいる中で俺らのことを信じてついてきてくれた皆さんはセンスのある人たちです、うん、まあ今はちょっと僕たちがかっこいい感じになったから自慢できると思うけど、なんかきつい時期もね、この歌売れるっていう風に言ってくれた皆さん本当にありがとうございます。50で止まってないからね、51万になってるから、でもジンクス。コンビニか、コンビニか、あれなんだっけこれ。なん、あ、思い出した、ジンクス、サンクス、サンクスってコンビニあったらコンビニかって言ったら、サンクスを省いて、ジンクス、コンビニか。さらにこれ皆さんに言わなきゃいけないことがあります。50万人いった瞬間にコムドットツイッターの急上昇載せちゃおうイベントをやったんですけど、これ見事急上昇も1位。トレンド取ったね。トレンドっちゅうのか今は。トンパイはジジイか今の感じ。トレンドっていうのか今。やばい、さ、それこそだから急上昇。あ、そうそうそう。コメントで教えてくれたんだよ。今まで急上昇いろいろあったわけじゃん。やっぱね、上がったの嬉しいって思ったと同時に、その上にいる人たちにクソうぜって思う。あ、まあそうね。だけど今回は、チューって入ってる。マジで。もう、よっしゃー。一応映像に残ってる。ヤマトの顔やばいよ。え、どうやばい、トレンド1位乗ってるって。ヤマトの携帯でやってたから、うん、いじれないよヤマト。それ俺とヒューガリン受け見ますか、どうぞ。24時間以上起きてみんなね、元気だね。いやもう本当にね、全然やばい。あ、てか今いい、ツイッタートレンド入りしてるってよ。ええ、ちょっと待って、これはやばい。待って、やってみればいい。この後ユンジコさん、うわファン、通称コムレンジャーの皆さんのパワーを感じましたね。感じた。今となってはレンジャーですよ。完全にレンジャーです。マジですごい助けてもらってる、本当にすっげえことだな。半端ないよ、誇りに思ってください皆さん。一番すごいファンの人たちだと思う。確かに、ここに関してはもう俺すでに日本一だよ。俺も思ってた。だからみんなも明日ぐらいまでかな、図に乗っちゃってください。50万人も無事達成できて、さらにおまけとしてはデカすぎる。これツイッターのトレンド1位って。デカすぎた。もう目まぐるしい映画のような一日でした。やばかったよ本当。2日間ぐらいでしょ、この忙しかったの。高橋優也さんに撮ってもらった時なんてもう1週間前ぐらいに感じますし、うん、岩井さんに髪セットしてもらった時なんてもう3週間前ぐらいに感じます。やばお前、お前ですね。岩井さんにセットしてもらってから行くまで車1時間ぐらい。なんでキョトンとしてんのお前。池部さんに髪洗ってもらってる時なんて1年前で。お前移動、赤移動だろそんな。腕になってきてるもん、まぐれじゃなくて。やった。いやほんと、あ、言うたら受けた。50万より嬉しい。
まあそんな日々を送っていたんですけど、僕たちは皆さんご存知、地元の寮全国へというスローガンを掲げて活動してるわけじゃないですか。僕たちが50万達成したら、地元の友達がケーキを持って家に入ってきたと。最高。俺ちょっと一瞬出ちゃっててタイミングずれちゃったんだけど、あれびっくりしたね。うん、マジびっくりしたっすよ。いつもいるヒゲ親父はいなかったんだ。あいつ何してたの？ヒゲ親父は後輩とデートで免停寸前です。あいつ言うよ、だって隠したくないもん。ヒゲ親父の事情は隠せない俺ら。超白で、そんなヒゲ親父は一番最初に電話くれたから。そう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 、俺らが死んでる時に返事できなかったね。後でにしてって。まあ本当そうだ、一番ね仲のいい友達が電話かけてきても、もう後でにしてほしかったってヒューが言ってた。ケイチマジ後でにしてください。ケイチは、あ全然オッケーオッケー、とにかくおめでとうって言いたかったからみたいな。いやあいつ可愛いですね。分かるかって、あーやっぱ地元で別にしてよかったなって思っていたらですよ、ボン君がまさかのサプライズで、これ母ドットの登場です。登場だね、びっくりした。母ドットが僕たちの50万人の祝いに、ボン君も含め6人だから、この部屋に12人いたね。もう大変なことになってた。一応映像があら VTR。 じゃあということで、サプライズという形で、おお、ボンがあるゲストの方を、はい、え呼んでるんで、ちょっとここ連れてきちゃいたいと。せーの、はい、おめでとう。そうすごい綺麗にお母さんたちが、ありがとうございます。こんな感動的な感じだったんですけど、まあ、最後手紙をいただきました。読めてない、読めてない、まだ読めてない、まだ読めてない。みんなといる時に読めない、母ちゃんからの手紙なんて。人生初めて。あ、ほんと。俺も手紙の初めて。僕が言いました。おお、まあ、エスコの感情になって、親から手紙もらうことないか、ないかなと思って、うん、なんだお前も書いてもらってそれが、だから俺はそれがびっくりしてる。ああ、そうなんだ。そう、俺は全部言ってたから、うん、手紙書いてもらったら嬉しいんじゃないですかみたいな。まあ嬉しかったです、嬉しかったね。ちょっと手紙読めなかった。まあ帰ってベッドの上で読もうかなって。まあさらにさらにさらに、俺ハンゴーバーズデザイン担当の青木リオくんが家に来てくれまして、うん、プレゼントもらいました。もらった。俺がもらったのはこのピアスなんだけど、見える、映ってる、うん、何なのそれは、何柄なんですか。これはね、ゴローズのピアスだよ。あー、バカいいやつだよね。そうで、リオくんからもらった手紙でね、さっき泣いてしまいました。泣いてたね。この場を借りてありがとうございます、リオくん。いつもね、ありがとう。すごい嬉しいことですね、やっぱ。まとめじゃないですけど、50万人を達成して思ったのが、周りに恵まれすぎてるというか、コムドットが真面目に YouTube をやってきて、こう真摯に YouTube と向き合ってるからこそ、ファンの人がついてきてくれたり、家族が応援してくれたり、友達が応援してくれたりしてるわけですけれども、別にいい子ぶってるわけじゃないからさ、俺らは素でこれなわけ。俺らにとっては頑張るしか道がなくて、まあ、結果になって周りが喜んでくれて、俺らの影響を受けて YouTube を始める人とか、デザイン始める人とか、友達とかファンの人にも影響を与えられるなって、すごい嬉しいですね。嬉しい。影響力やばいんじゃない。しかもプラスの影響力、これ俺が一番好きな影響力ね。プラスのプロを作りたくて YouTube やってるから、一番やばいんじゃない。俺だからその仲間いっぱい集まって、すごいいろんな仕事してるやつが集まって仕事する時、祭りみたいになる、ね、気持ちが。分かる分かる、高まる、マジで。素でイジイジしてないしな。いや、なんかもう泣きそうになっちゃって、ささかさ泣きそうになっちゃって、ごめん。すごいいいことだよ。人生のピークを生きてる気がしますけど、さらに上に行きたい。そんなこんなで重大発表あります。なんで拍手だからね。いや、まあいいのはいいんだけど、さっきも言ったけど、もうやめにしよう、やめようって言ったよね俺ら。お願いします。まず一つ目、何個もあります。一つ目の重大発表、12月10日24時ちょうどに、僕たちの50万人記念 PV が出ます。あー、さっきも一緒だった。楽しみ。視聴者側ですからね。ガチ楽しみなんだけど。僕たちの友達の動画クリエイターに撮ってもらったと。これね、アムギリが垢抜けてるバージョン。いや、ほんとそうだよ。アムギリ前回クソ坊主だから。やったぞ。別に髪がある。髪がある。髪があると。明日の24時ぴったりに出ますよ。うん。撮り終わったのいつ？撮り終わったのは、2時間前ですよ。さっきだよね。さっき撮り終わって、明日出てんだよね。僕たちもまだ見れてないんですけど、多分めちゃくちゃかっこよくなると思う。超楽しみじゃん。重大発表の2つ目。本日、高橋優也さんに撮っていただいた写真、解禁になります。高橋優也さんのインスタグラムもぜひ、ちょっと概要欄に貼っとくんで、僕たちに過去撮っていただいてるので、ぜひ見てみてください。お願いします。お願いします。高橋優也さんも、実はこれ僕が坊主の時かな、もう自分で DM して、ピンで撮りに行って、で、その時に、絶対日本撮るんで、いつか僕たちが50万人行ったら写真撮ってくださいって言った。そしたら、撮ってくれ。すごい
いスケジュールで撮ってくれてるもんね。高橋さんにもちなみに鬼の鬼です。鬼ブラックで、はい、井上さんもオールです。そうだよね。そうだよね。普通に笑顔でオッケー、頑張る頑張る、困ったなだから、すごい嬉しかった。みんなそうやって言ってくれるもんね、仲間ばっかり。そして3つ目の重大発表、本日よりサブチャンネル週3投稿を始めます。おー、パンドラの箱でした。いや、これ開けちゃいけなかったね。50万人行くまでここの本チャンネルに集中しようっていうことで、まあ、一旦休もうっていうことをみんなで決めて、まあ頑張ってきたわけで、50万人達成したんで、まあ、僕たちが今まで取りだめてきたサブチャンネルだったりとか、まあ、これからサブチャンネルどんどん取っていくんで、無理をせず週3本、まあ、できたらまた増やしていったりしたいなと思うんですけど、やっていきたいと思います。まあ今この動画見てる人の中にちょっとどういうことってなってる人がいると思うんですけど、僕たちはサブチャンネルオフドットというチャンネルを持っていまして、まあ、そこではね、まあ、僕たちのノリの生まれる起源みたいなのが見れる。そっから生まれたのがもうそのまま本ちゃんに行ったりとか、即興歌謡とかですね、うん、そう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 、これを見た人は全員オフドットのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。10万人行ってください。絶対に10万人一気にお願いします。さっと行ってください。参ります。重大発表の4つ目、この人は年内チャンネル登録60万人を目指します。でもでもでもと一旦落ち着け、11日あたりからもうみんなまたやーだ。皆さんも言っといでしょ、うん、休みたい、ちょっとは、うん、応援側もね、うん、受験終わりの1ヶ月みたいな、そう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 、そういうのはそれしないと、ゆるく見たいっていう思う人もいるかもしれないんだけど、俺コムドットの唯一の悪い癖があると思ってて、目標を達成したとだらつくんよね。もう毎日遊びに行きたくなっちゃう。もうここでその過去の反省を生かしてね、6月とか僕たちバカゆっくりしてましたから。本当にやばかった。無職だったもん。スマブラ繁忙期っていう。あったね。だからそういうのがいらねえと、次を目指しちゃおうぜっていう。え、さすが尖ってんね。尖りまくりで、鋭利ですよ彼は。何度ですか。これはもうあれですよ、トゲ。何度って聞いてない。9度分かんないんだよ。だから9度がどんぐらいか分かんないんで、多分90度とか言いそうだね。いやバカかな、どうやってどこ尖ってんの。4つかで4つかで。まあ年内の目標は50万人だけど、最終的な目標は日本を取ることって何回も言ってるけど、申し訳ないけど50万人で止まってるわけにはいかないんです。いかない、全然いかない。いや、いっぱいいるよ50万人ですごい YouTuber の人とかいっぱいいるけど、目標が違うから俺ら、うん、見てるとこが違うんで。上の YouTuber ビビレや。え、何してんの。お酒飲んでるんですか。ほんと何してんすか。何してんすか。ケツケちゃん背負いしょか、背中。うん、どっちでケツケちゃうケツケちゃうけど、ケリー入れようとしてこっち振り向いてきてハグされたら全然仲良くします。仲良くなっちゃうから、仲良くしたいです。仲良くなりたいんで、そこはなりたいです。はい、結構僕過去に送った DM 返されてなくても根に持たないんで、遅れてでも返信していただければ。脇尾くん、脇尾くん、脇尾、いや、あと他にいた。そうまー、そうまくんは結果的にごめんね無視しちゃっててみたいになって、あ、気づかなかったらしくて。じゃあそうまーは、あと大丈夫。天心ナスカは、じゃあじゃあ天心木村ね。だから何をね、チャンネル持ってんのかよ。何やの、どういう動画撮んだよ一緒に。コラボあるかなと思って。そう、大丈夫。他もいい。いや、まだいる。まだいる。これ結構でかい。誰。あ、すごい人たちなんだね。オッケーオッケー。俺ジンジン、うん、でっかい、でっかいっしょ。ジンジンこの間あったな、六本木のタクシー乗り場でタクシーこうやって拾ってたな。腕短かったわね。お前すいません。じゃあ本当にすいません。すいません。カノ君といたんですよ。カノ君と。カノ君ってスターじゃないですか。もうスターが薄れるほどでかかったわけです。人心がこうやってタクシー止めてたから。で、俺はもう過去に何回もゲームしてんの。インスタ気づきづらいと思ってツイッターでもやってんの。で、リップでもやってんの。絶対会いたいから。全然見ないのね。好きなんだよね、めっちゃ。ここで言っててさ、会ったらさ、あ、人心さん、お願いしますみたいな感じだと思うじゃん、普通に。車で俺運転してて、で、ヤマトが人心さんを見つけて、そしたら、窓、ふわー開けて、この対向車線ぐらいの距離で、ジンジンDM 見てー、コムドットコムドットコムドット、俺らがガチで謝るみたいな。すいません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 みたいな。返しないからね。お前がそういうことする。いやでもこれ届けて、もうメンションで届けて、あのジンジンのとこに。けどみんなジンジンさんってやってね。ヤマトの尖りは俺らが削んないといけない。そうそうそう、俺らに気付けずりやから。うん、いや尖らしちゃった。いや、落ちっぽすぎるな。
だ改めてお前よろしくお願いしますみたいなとこだけあのインサート撮っとくから、後でオムライスのインサート入れといて急に俺が喋ってるめっちゃ面白いということで改めまして僕たちが目標にしてた年内チャンネル登録50万人達成できました、ありがとうございました、ありがとうございました。今オムライスにいたということで改めまして僕たちが年内目標にしてた50万人達成できました、ありがとうございました。本当にこれは俺らが本気で思うのはファンの皆さんが応援してくれたからここまで来れたっていうか、この勢いが出たのはみんなのおかげだと心から思ってます。拡散してくれた人も一人で見てくれた人も僕たちに関わってくれた人全員に感謝ということで、まあ今日は感謝の日ですね。感謝の日です。明日から僕たちはまた次の目標に向かってガリガリいくんで、尖った部分でバンバンぶつかっていくんで、後ろから背中を押し上げてください、お願いします。仲間と思ってるんで、仲間50万かまあそんな勢いで僕たちやっていくんで、これからもぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画でバイビー。カーテン越しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に目覚めの一歩